マリックナー来た。さあ今日は、世界で最も暇つぶしの超マイスをご覧に入れますね。もう暇でしょうがないという方のみやっていただきたいというね、 暇つぶしには最高だと思います。もう受ける受けないはもう考えないで、できたらすごいです、できたらすごいです。なんと皿回しをハンカチでやれるというね、それに挑戦していただこうと思います。皿回しですから、これちょっと割り箸をちょっと適当にセロテープでつないだだけですが、本当はこのぐらいの長さのなんか取り箸みたいな、菜箸ですか、はい、あなのでいいと思いますけども、まあこの絵の棒で、ハンカチは普通の紳士用の大きさのね、はい、このハンカチがくる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 回ったらすごくないですか。意味わかります？よく意味が分かってないです。こう回してくる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 回ったらすごいねっていう。綺麗にってことですか。綺麗綺麗に。すごいですよね。皿を回すと同じように回してくださいね。さあ行きますよ。行きますよ。よっ。ほら回ってきましたよ。おお。回ってきません。ちょっとずれて、もう一回いきますね。よっ。だんだん、おー回ってきましたよ、ほら。おー回ってきました、回ってきました。ハンカチが回ってますよ。これだけ回ればいいんじゃないですか。拍手がないですね。拍手がありましたね。暇つぶしですよ。いいですね。結構疲れますからね、これ。ハンカチを広げて投げて、あとは回すんですかね。おー回ってきましたよ。これは回ってる状態でいいんですか。今回ってますよ、これ。正解なんですか。これ正解です。もう。戸惑いだけが聞こえるんですよ。難しいんですか、それ。いや、できないですよ、普通。このように回らなきゃダメです。回ってますよ、これ。ああ、ちょっと今絡まってますね。ちょっともう一回いきますね。ちょっと本気出してやりますね。ほら、綺麗に乗ってますね、これ。ちょっと風が入ってないですね。あ、回ってきましたね、ほら。おー、美しいじゃないですか、これ。いい暇つぶしになりますね、これ。どうですか、これ。どうですか。どうですか。これは面白くない。これ誰でも防災持ってきてできると思ったら大間違いでございましたね。そうなんですか。え、なんかあるんですか、ちゃんと。常識で考えてだいたいここに乗ってやってたらこう絡まってしまうか。あ、そうかそうか、ね、絡まってしまうか落ちちゃうか、だいたいできないですよ。ここに超魔術の、いわゆる秘伝があるんですよね。秘伝が、これは教えられない限り絶対できないですよ、これ。はい、どうぞ言ってください。誰もやりたがってないんじゃないですか。誰もやりたがってないものを教えてもしょうがないということで。そうじゃないですよ。え、覚えたいですか、皆さん。はい、ぜひお願いします。なんかコメント欄にしょうもないって言われそうで。先生、知りたいです。知りたいでしょ、これ。はい、いいですか、何度言っちゃダメですよね。まず棒が1本、はい、棒が1本、そして棒の先に針を作るんですね。針見えます、針。私はまあこうセロテープでちょっと止めただけですけども、針の刃先が1センチほどちょっと出した状態、危ないですよ。これがハンカチの中央にブスッとこう刺さっているからハンカチが落ちないんですね。もう一回いきますね。で、針だから空中に広げて、ハンカチをバッと広げて待ってるのを中央に刺すんですよ。と空気が入りますね、こうして。
その勢いでまずこういうふうに左右に振ってきます。で空気が入ってきますから、それから回し始める。いきますよ。投げて入れて空気が入ってきたなと思ったら、ゆっくり回し始めてきます。と回ってきます。ほら、もう回ってきましたね。よく見ると刃先が出ても針がね、まず気がつかれないから大丈夫ですけども、ゆっくりこう空気が入るようにゆっくり回していってください。回ってきたらこう回すんです。あ、さっきより全然綺麗に回ってますね。これは難しく見えないのは誰でしょうね。え、難しくこう見えない、見えないんだよね。困っちゃうよね。いかにすごいことやってるか。じゃあ皆さん割り箸持ってやってくださいってやらせるっていいかもしれないね。あと、ちょっとあるとしたら、これいつやるんですかね。いつどこでやるんですかね、これ。だから最初に暇つぶしって言ったし。でも二の腕引き締まると思います。いいエクササイズ、エクササイズ、左右でこうね、はい、お家でダイエット兼ねてエクササイズ、ね、今日は何にもやることがないという方はぜひ楽しんでください。それではまた明日。ハンドパワー。おー、せーの。